素振り1000回とか何回も何回も繰り返すことが技術を高めるということには必ずしもならないです。本当に正しいフォームというのは他のところが全然疲れていなくてフレッシュな状態でできるようなフォーム。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はですね、部活動の理不尽なトレーニングについてお話したいと思います。一番よくある問題が長時間のランニングですね。走り込みと呼ばれているものです。これはこれまでにも何度もお話ししてきましたけれども、走り込みでそのパフォーマンスが上がるんだったらマラソンランナー最強ということになっちゃいますよね。走り込みをやったからといって足腰が強くなるわけではない、野球とかサッカーのパフォーマンスが上がるわけではないということをまず念頭に置いていただきたいと思います。長時間走り込むということは遅筋繊維が鍛えられるということです。そして体というのは適応していきますから、そのような持久力系の筋肉の方に体が適応していくということですね。でも例えば野球なんかだと本当に一瞬のパワーです。エネルギー産生系でいうとクレアチンリン酸系、ATP、CP 系と呼ばれているもので、もうこれは10秒以内に一気に力を出すようなものになってしまいます。でもそれが例えば走り込みをずっとやっているとそのような有酸素系の ATP 合成になってしまいますので、筋肉が適応しない、エネルギー産生系も適応しないということになってしまいます。ですので、まあ、走り込みは絶対ダメというわけではないんですけれども、やればいいというものではないということになります。まあ、もちろん全身のですね、血流を良くするとか、走ることによって全身のコーディネーション、筋肉のバランスを整えるということはできないわけではないんですけれども、まあ、それを狙うんだったら別に他のやり方がもっといいものがあるということにもなります。食事の方もかなり問題がありまして、丼飯何杯食べるかというような話、結構聞いたことがあるかもしれませんけれども、丼飯何杯食べたところで十分なタンパク質が取れない、むしろお米を食べ過ぎることによって肉とか魚とか卵とかタンパク源を食べることができないということがとても問題になってしまいます。まあ、お米をいっぱい食べるというのは体重を増やすという点ではある意味理にかなっているんですけれども、タンパク質を取れないのであれば筋肉、体作っていく上でとても良くないことだということを覚えておいてください。ですのでまずご飯とかを食べるのであれば肉とか魚とか卵とかそうしたタンパク源をしっかり食べた上で余っている胃袋でお米を入れていくというような感じで考えていただければと思います。トレーニングの運動の方に戻りますけれども、何度も何度も同じことを繰り返す練習ですね、技術練習、例えば素振り1000回とかあると思うんですけれども、そのように何回も何回も繰り返すことが技術を高めるということには必ずしもならないです。どういうことかと言いますと、何回も何回もやってると疲れてきます。その疲れた状態に応じたフォームになっちゃうんですね。疲れた時にできるようなちょっと乱れたフォーム、楽なフォームになっちゃうんです。そうではなくて、本当に正しいフォームというのは他のところが全然疲れていなくてフレッシュな状態でできるようなフォーム、それでなければいけないんです。ですので本来技術練習というのは疲れていない状態で何度か行うもの、集中して短い時間で切り上げていくものということになってきます。これが何度も何度もやっていくと楽な方、楽な方に体が動いてしまいます。楽なフォームを体が覚えてしまう。ですのでむしろフォームを崩すことにもなってしまうんですね。ですので何回も何回も同じようなことを繰り返すような技術練習というのはできれば避けた方がいいということにもなってきます。ウェイトトレーニング、最近取り入れているところも結構多いと思うんですけれども、どっちを先にやるかなんですね。先にウェイトをやってしまいますと体が疲れてしまいます。その疲れた状態で技術を身につけようとする、フォームが乱れてしまいます。そして筋肉がウェイトトレーニングで疲れた状態で技術練習をしてしまいますと関節に負担がかかることがあります。例えばスクワットとかをやって
足の筋肉が疲れている、その状態でダッシュとかをすると膝を痛めてしまうことがあるんです。ですので先ほどお話した通り、技術練習はフレッシュな状態、疲れていない状態でやって、その後ウェイトトレーニングを行うということが大事になってきます。空腹状態で運動するっていうのもとても良くないです。部活動の生徒の場合とても多いと思うんですけれども、お昼ご飯いっぱい食べてそのまま午後の授業を受けて部活動、空腹状態でやるということになると思うんですけれども、空腹状態でやるのも短い時間だったらそんなに悪くないんですけれども、部活動ってやっぱり何時間もやりますよね。空腹状態で何時間も運動したらどうなるかも、私の YouTube 見てくださってる方だったら分かると思います。筋肉がどんどん削れてしまう、そのような状態でウェイトトレーニングをやっても効率があまり良くないということになります。ですので午後の授業が終わったら、消化のいいですね、炭水化物とプロテインとか、バナナとプロテインとかでもいいです。そういうものをパッとお腹に入れて少し休んでから部活動に行く、そのようにすると技術練習、そして筋肉をつけるウェイトトレーニング、その2つの効率を高めていくことができると思います。それでは Q&A の方に移りたいと思います。もう一度ボーナスステージを迎える方法はないですか？初心者ボーナスですね、これをもう一回というのは誰でも思うことだとは思うんですけれども、なかなかそれが難しい。体にトレーニングの記憶が刻み込まれてしまいます。でもこの記憶、マッスルメモリーですね、これは前にも何度かお話したことがあると思うんですけれども、7週間完全にウェイトトレーニングを休む、その後7週間普通にトレーニングする、そうすると7週間オフ、7週間トレーニング、この時に前よりも筋肉が増えていた、筋力が伸びていたというようなですね、マッスルメモリーを実証した研究があります。これは遺伝子のエピジェネティクスによるものだと言われているんですけれども、要は筋肉の細胞の核が増えることがマッスルメモリーの原因だっていう説もあったんですけれども、新しい説として筋肉の遺伝子ですね、遺伝子にもトレーニングの記憶が刻み込まれているっていうような説が出てきました。ですので完全に休んでしまってその後トレーニングした方が関節とかいろいろ休めることもできますし、むしろマッスルメモリーによって前以上に伸ばすことができるということがあります。ですので例えば怪我とかがある場合に完全に休んでしまうっていうのは、むしろ怪我を治す上でも筋肉を新しく増やす上でも効果があるということになりますので、休むことを恐れずに、痛いのを我慢しながらやるというのではなくて、思い切って休んで治してしまうというのも一つの方法だと思います。そして他にですね、休むことによって側筋繊維が増えるということもあります。これはですね、筋肉というのは普通のボディービルダーなんかですと遅筋繊維結構多いんです。実はこれはトレーニングの量に応じて遅筋繊維が増えていくというようなこともあるんですけれども、トレーニングの量が少なくなると逆に側筋繊維が増えていく、どういうことかというと、全然動かさないでいると側筋繊維増えるんです。宇宙飛行士、側筋繊維が増えていますということもありますので、完全に休んで側筋繊維の割合を増やす、その上でまた側筋を増やすようなトレーニングに切り替えるというのも一つのアプローチではあるかと思います。今回は部活動の理不尽なトレーニング、そしてボーナスステージをもう一回迎える方法についてお話ししました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。